はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ソニプラで買ってきた、スターウォーズのチョコエッグを開けたいと思います。はい。ただね、スターウォーズのチョコエッグといっても、日本のチョコエッグとは違うのね。うん、はい、ダースベイダーとストームトルーパーの絵柄なんですけども、はい、この卵を見てわかる通り、中にですね、こういうマーブルチョコが入ってるんだよね。うん。じゃあ開けていきましょうか。はい。多分ね、中にフィギュアが入ってると思うの。うんよいしょ。あ、こんな風になってる。おで、これを回転させると出てくるのかな。ああ、そうだね、うん、これ自体も袋に入ってる、はい、で中はカプセルになってる。おなるほど。じゃあ全部卵開けていきましょう、はい、先にね。じゃチョコレート食べながら開けましょうか、うんうん、チョコレート開けやすいんだね。そうだよね、うん、一つ目、はい、こうやって開けるのかな。お、開いた。あれ消しゴムだ。ババフェットの消しゴム出てきました。はい、一心で使ってください。はい、違うのが出てきました。お、ババフェットの頭。うん、ヘルメット。これは消しゴムじゃない。じゃない。うん、フィギュア。うん、今度はヨーダの消しゴムです。あ、ヨーダの消しゴム。うん、ヨーダだね。はい、なるほど。あ、また消しゴム。うん、あ、今度はチューバッカだ。お、こんな感じです。お、ベイダーの顔クリア。本当だ、本当だね。うん、へえ、ちょっと意外なものが出てきてびっくりした。うん、レアかな、分かんないけどね。うん、ベイダーのヘルメットの方がちっちゃいっていう、なんかちょっとアンバランスですね、これは。はい、おお、インペリアルガード。びっくりした、かぶったかと思ったらインペリアルガード出てきました。うん、はい、これ分かりづらいね。うん、そんな感じで消しゴムが3つのヘルメットが3つですね。うんうん、ちょっとなんか思ってたのと違って微妙な感じだけど、はい、まあいいんじゃない。エイシン君はこの消しゴムを宿題とかで使ってください。はい、はい、ということで今日の動画はかなり緩かったんですけれども、もしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいね、また高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、そしてチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。